チクション、シオン。どうも、シオンです。前回ね、餃子の王将一緒に行ってきて、今回は大阪王将行ってみようと思って。早速見える。見える。私が思った看板ではないね。どんな看板だと思った？あのね、私大阪行った時、めっちゃでっかい餃子の看板。これ餃子の王将じゃなかった？大阪餃子、あ、大阪王将だった。ほう。黄色いね。そう、早速行ってみましょうか。あ、ここいいんじゃない？大阪城かな。店内は赤いインテリアだね。すごいね。貸し切りです。シオンはめちゃくちゃお腹が空いてるので、ラーメンコショ、ラーメンコショ、こっちのコショと何が違うんやろね。え、ラーメンにしか入れちゃダメ。やっぱりね、餃子は頼まないとね。餃子と天津チャーハンは頼みます。どうしよう、こっちは餃子1種類しかないね。あ、本当だ。餃子の王将だとあれあったもんね、マシマシ、ニンニクマシマシと生姜の餃子、あと普通の餃子で3種類あったんですけれども、ここは種類1つみたい。我々は焼き餃子かな。焼き餃子ですね。デザートこれめっちゃ美味しそう。ごま団子も後で頼む。ごま団子ある、最高。天津チャーハンは、それも買って、関西だから多分甘酢じゃない、こっちは選べるって書いてないの。じゃあ大阪だから関西風で多分甘酢のはず。どうだろう、楽しみだね。シオンは鶏ビー、妹はレモンサワー、レモンサワーと天津チャーハン。めっちゃお腹空いたの。妹やっぱ友情サワーにする。すみません、餃子1人前と、餃子1枚、はい、はい、天津チャーハン、天津チャーハン、ふわとろ天津チャーハン1つと、はい、鶏ビー、はい、生ビール1つと、はい、柚子サワーを1つ。柚子サワー、はい、とりあえずお願いします。鶏ビーって何だ。鶏ビーっていうメニューはないわ。何でも短くして。鶏ビーって言っちゃった。あ、ちっちゃいのがないんだ。ジャストサイズだったっけ。うん、ジャストがない。そうしたらごま団子は最後に食べたい。そう、締めはごま団子買って。あ、ごめん。しっかりしなさい。鶏ビーとかは言わないし。私これ気になる。何？プリプリエビのカリッと炒め。あ、美味しそう、めっちゃ美味しそう。でしょ。うん、カリッと炒め。カリッとじゃなくてガーリックだよ。あ、ガーリック。ガーリック炒め。カリッとさせないで。今日うまくいかないな。今日だけなんか言って。元気ですか？大丈夫ですか？ここ名前がめちゃくちゃ可愛いね。ふわとろ天津チャーハンだし、プリプリエビのガリック炒めもそうだし、だってこっちもムチムチ太麺の炒め焼きそばとかで。めっちゃ可愛い、ネーミングセンスすごいね。とろけるチャーシューの黒チャーハン、はい、ありがとうございます。おー、シュワ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 、シアンの鶏ビー。乾杯。皆様も乾杯。いただきます。オープンキッチンになってるの入れていいね。できないだ。じゃあプリピプリプリプリ。今日日本語大丈夫？日本語食べれません。言えるかしら。言えないかもしれない。頑張ってみるわ。プリプリエビのガリック炒め。なんか練習するね。プリプリエビのガリック炒め。おお、ありがとうございます。やば、めっちゃ美味しそう。あ、綺麗、なんかあんが多めだね。多めだね。色も赤いし。ありがとうございます。注文注文。あ、追加注文。はい、すみません。プリプリエビのガリック炒めお願いします。はい、以上で。以上で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。言えた。餃子大きめだね。見て、めっちゃ美味しそう。注文してすぐ出てきました。めっちゃ嬉しい。シオンは押せたよね。
お酢と胡椒お願いします。ありがとう。餃子みんな見て。めっちゃいい香り。あ、楽しみ。いただきます。私違いすぐ分かった、見た目で。見た目。餃子の王将の皮より大阪王将の方が薄い。あ、薄いんだ。ね。ちょっと透明感があって、中の具が見えてる。なるほどね。ちゃちゃちゃ。食べてみていい？いただきます。まずそのまま。味全然違う？めっちゃジューシー。そしてニラ入ってないかも。おいしい。めっちゃ肉汁がすごいね。ジュージュー。さ、食べます。天津チャーハン。わあ、めっちゃトロトロ。大阪王将の方はカニカマ乗ってないね。わ、ふんわりしてる。ソースがまずどういう味かも楽しみ。いただきます。本当に卵がふわふわ。やば。美味しい。あんが多めでめっちゃ好き。ガンガン食べれるね。よかったよかった。確かにね。ちょっとだけ酸っぱい味も入ってる。めっちゃ美味しいわ。皆さんが言ってくれたんだけどさ、餃子もさ、両面焼きとかできるんだって。よく焼きだったっけ？両面焼きだったっけ？次には2みたいに言ってみよう。そうだよね。韓国のマンドと餃子とよく似てるんですけれども、中に春雨とかいろんなもの入れるじゃん、韓国だと。そうやな、ね、これニラ入ってない？この青いのニラちゃうの？ニラかな、うん、ニラとキャベツ入ってると思うんだけど。キャベツだと思ったけど、うん、知ってる方コメントで教えてください。ドドドドドドド。うまい。うまっ。ガンガン進む進む。へえ、私あん多めが好き。え、そうなんだ。うん、熱いから気をつけて。はい。パラパラのチャーハンとトロッとしたあんが本当に相性いいね。はい、ありがとうございます。え、めっちゃ色鮮やかなんだけど。色とりどり。とりどり。美味しそう。めちゃくちゃ。うわ、香りがやばい。これ食べてみていい？ポリポリエビ。ニンニクの葉大好き。いただきます。めっちゃ美味しそう。うわ。はい、もう一回。いただきます。うん。間違いない味。美味しい。プリプリだね。うまいね。ニンニクサクサクでエビプリプリで最高やん。餃子のちょっと大阪はちょっとさ、味全然違うね。違うね。皆さんも全然違うよって言ってたけど、うん、やっぱりそれぞれ良さがあるから、気分によってね。もっちり食べたかったら餃子の王将行ったり、肉肉しいものが食べたい日は大阪王将で。天津チャオもね、見た目も違うしね。卵がすごくふわふわ。餃子の王将ってあっちこっちにあるけど、大阪王将ってあんまり東京って店舗見ないかも。やっぱり関西に多いのかな。かな、ね、私 X にもアップしたけど、天津飯にハマって家でも作ったんですね。もうこういう風になかなかふんわりとした卵にならないし、あんの天度っていうの、それはすごく調整が難しくて、なんか水っぽくなる。水っぽくなったらもうちょっと入れればええんちゃう？それで入れたらなんか固まっちゃうし、結論失敗したという話。そういう時上がる。お店みたいな粘土に。日本語。いつかお店みたいに作りたい。はい。はい。すみません。手あげるだけでは人は来ません。注文失敗のプロだからさ。意味わからん。失敗する確率。あ、すみません、ごま団子を一つお願いします。へへへ。あ、ポリポリエビ食べて。ポリポリ言えるようになったね。完食。おいしかった。ごちそうさまでした。またデザート食べてねえわ。
そういえばね、君の名は見た。あれでしょ。そう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 。最後のシーンの聖地があるんだって。作品の中では琴の葉の庭。あの新宿御苑のあの。そう、琴の葉の庭が一番好きなんだけど、やっぱり君の名はが、ね、一番ヒットしたから、そこ韓国の方もすごいいてるみたい。なるほどね。そういえばさ、私君の名はで恥ずかしい思いである。何何？君の名はが私が日本語学校通う時公開されたのね、その時日本語あんまり聞き取れなくて、友達がなんか言ったのね、日本語で君の名はだけ聞こえたの、だからシオンですって言ったの、君の名はを昨日見てきたという話だったの実は。めちゃくちゃ恥ずかしい。なんか君の名は思い出すとさ、いつもその記憶がそれしか思い出せない。めちゃ笑われたよ、クラスのみんなに。あー、美味しかったね。あ、ありがとうございます。おー、めっちゃ可愛くない？友達が来ました。おお、中身が見たいのである。うん、まそう。めっちゃ美味しそう。中もゴマなんだ。あ、私はね、中あんかと思った。そうやな、韓国だとあんの方が多いよね。そう、中は黒ゴマ。すごいな、やば。いただきます。めっちゃ美味しそう。てか、熱々、じゃあ私も後で食べようと。あ食べますよ。めっちゃ美味しい。もう食べたことない味。あち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 あこあこあこ。だって暑いって言ったんじゃん。あこんな美味しそうよ。美味しかったということで、今日は大阪王将で食事しました。しました。餃子の王将と比べながら食べるからもっと美味しいね。楽しいね。楽しかった。それぞれの良さを分かったので、気分によってそれぞれ行こう。はい、楽しかった。お腹いっぱい。めっちゃ美味しかった。最後の締めも完璧だったし、デザート美味しい。大満足でした。ということで、今日はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ジークシー。